こんにちは。サンロードの花園です。時々ですね、無性にあれが食べたい、これが食べたいということございませんか？例えばもうサンドイッチが食べたいって思ったらもう是が非でも食べたくなってしまいますよね。私ですね、先日佐賀市のご当地グルメでもございますシシリアンライス、これがですねもう無性に食べたくなりまして、この前の休みの日作っちゃいました。どぎゃんねシシリアンライスですね。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、温かいご飯の上にですね甘辛く炒めました牛肉をですね乗せまして、その肉の上にですねこういうカットサラダなどのですね野菜をですね乗せた上に、その上からマヨネーズをかけるだけとですね、もう簡単に手軽に作れるんですけども、お肉もあるし野菜もたっぷりとですね、もう栄養満点ですよ。野菜もたっぷり取れますので、よかったらですね皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。ということで本日はですね、私が好きな料理の一つでもございます佐賀のご当地グルメシシリアンライスご紹介いたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それでは、だんだんなー。